愛をだってだって雲の上。後ろでさ、ジャンジャンジャンってなるじゃないですか。このジャンジャンジャンに合わせて満たした。はい、ときに皆さんおはようございます、しらすとのしらです。やいときで、本日はバルーンのシャルルのセルフタワーバージョンの歌い方の解説をしていきたいと思います。私はボイストレーナーをしてます、おしらです。歌唱難易度 A ランク、ボカロなのに A ランク珍しいじゃんと思ったじゃん。条件付きです。これね、原曲ボーカロイドのフラワーが歌ってるバージョンだと歌ってっていうね、 B フラット5ってね、超高音をね連発しなきゃいけないの。ド S もド S ランクになってしまうんですけど、今回はキーを変更してよしとした時の難易度としましょう。若干歌いやすいと思います、いつものボーカロイド曲より。さあ、動画の最後にキー変更、キー合わせ方のアドバイスちょっとだけ入れておくので、そちらもどうぞお楽しみくださいませ。おしらさんはセルフカバーのバージョンと同じプラス3で今日は解説していきたいと思います。早速レッスン始めていきましょう。 Here we go!頭からやっていきましょう。さよならはあなたから言った。まずここさ、バルーンのバージョンってボイスチェンジャーでちょっとね声を変えてるの。なのでカラオケとかで、まあ普通にマイク使って再現するんだったら、ウィスパーボイスちょっと息を混ぜてあげて優しく歌ってあげるといいかなと思ってます。さよならは最初から強くいかない。さよならはあなたから言った、ここ言ったじゃなくて言った言った言った、ちょっとちっちゃい絵を入れるような気持ちで歌うとバルーンさんっぽいです。ここ音程めっちゃむずくて、原曲フラワーのバージョンはそれなのにって歌ってんだけど、バルーンはそれなのに半音なの音程下げて歌ってます。こっちの方がね、ちょっとなんかこう切ない感じがするというか、ちょっとそれでね、おしゃれに変更してる部分もあります。なの音程用事、それなのにちょっとこう押さえつける感じで歌ってみて。ここさ、ほんとさりげなくなんですけど、ほう濡らしてしまうのだとちょっとボリューム気味になってしまうので、バルーンさんどうやって歌ってるかっていうと、濡らしてしまうの、濡らしてしまうの、濡らしてしまうのか、濡らしてしまうの、ちょっとだけニュアンス違うでしょ、濡らしてしまうの。オッケーオッケー、ちょっとゆっくりやってみて。そうやって昨日のことも消してしまうなら、もういいよ。音程二つあります。もういいよ。しゃくって、ため息入ってください。もういいよー。ため息ね。笑って、笑、区切る。笑って、ビブラート。笑って、あい!全体的に柔らかいイメージで歌唱のテクニックを押さえながら一緒に歌ってみましょう。ヘビー、ゴー!さよならはあなたから言った。それなのに、ほう濡らしてしまうの。そうやって昨日のことも消してしまうなら、もういいよー。笑って。さあ、A メロの2周目。ほとんどフレーズは変わんないんですけど、こっちはね、ちょっとリズムをいっぱい出していきましょう。アクセントに注目。花束を抱えて歩いた。ここでさ、ちょっとクイン、クイーンってちょっとだけこう強調してあげる。花束を抱えて歩いた。で、ルーはね、結構、うーってキス顔してください。歩いたじゃなくて、歩いた。どういう気持ちで歩いたんだろうなって思うときっと、歩いた、ルー、ちっちゃなうーがね、入るはず。歩いたじゃないの。歩いた、どんな気持ちで歩いてたんでしょうね。本当にね。もうで、地声に戻ってくるんですけど、もの音程は、ミバー、ミミモなく、オッケー。ただ街を見下ろした。ローはアクセントでリズムつけて、見下ろした、ちょっとため息っぽく、見下ろした、息混ぜてあげてください。見下ろしただとちょっと見上げちゃってんじゃんお前って、夜空の星見上げちゃってんじゃんってなるので、見下ろした、見下ろして、見下ろして、本当に。でまたアクセント、こうやって理想の淵に心を刺さってく、もういっか、もう一区切って、もう一回しゃくって息を吐きます。で、この心の表現がめちゃめちゃバルーンさんかっこいいんですけど、心ローでアクセントなんですけど、アクセント入れたその直後に息を混ぜます。こうやって理想の淵に心ちょっと難しいんですけど、一瞬でアクセントからウィスパーにつなげてみてください。ゆっくりやると、心起き去ってく、もういいか。はい、時でポイントを押さえて一緒に歌ってみましょう。 Here we go! 花束を抱えて歩いた、意味もなくただ街を見下ろした、こうやって理想の淵に心を起き去ってく、もういいか。空っぽでよ、空っぽのか、
カッカッ、めちゃめちゃ K の音強調してください。空っぽでよー。じゃあまだまだ甘い。もっと空っぽで。もう全部絞り出してください。空っぽでよー。どのシャープ、ど、ラのシャープっていうような音程です。空っぽでよー。それで、いつか。この赤いところの声は、ちょっとこう喉の奥をわざと潰して、ちょっとね、変な音色作ってあげます。空っぽでよー。それで、いつか。で、ちょっと歌い回しもこうね、ぬめぬめと音程を取るようなイメージで、で、いつか。深い。で、また戻ってくるよ。深い青で、深い青、青じゃない。深い青で満たしやった。シェー。またこの声ね、この声ね。あ、これはさ、後ろでさ、ちゃん、ちゃん、ちゃんってなるじゃないですか。この、ちゃん、ちゃん、ちゃんに合わせて、満たしやった。じゃあ、ちょっと押し直し、切り直してみてもらうといいです。満たしたのならどう、どう、尺ってビブラート難しい。どうだろう、こんな風に、こん、ビブラート、こんな風に、悩める、悩める。悩めるの目の前に、ほんほんとちょっと鼻にね、ちょっと息を抜いてください。悩める、やりきれない気持ちをこの鼻に一回抜いてみて、悩めるのかな、悩めるのかな、かなを最後、ウィスパーボイスで表す。かな、あーちょっと息混ぜてくる。悩めるのかなーって、真ん中なーってなって双子になっちゃうので、違うの、それは。今回はウィスパーボイス。かなー、愛をって感じで、愛を歌うために今から B メロを一緒に歌って練習していきましょう。Here we go! 空っぽでよー、それでいつか、深い青で満たしたのならどうだろう。こんな風に悩めるのかな、愛を歌って、愛を、ちょっとビブラート入るよ、ここ。愛を歌って、歌って、地声、裏声、地声、裏声。雲のもで戻ってきます。雲の上、濁りきって、ここさ、濁りきってはなんですけど、でバルーンさんは、濁りきって、ちょっとちっちゃいイを入れた上でちっちゃいつで区切ってます。濁りきってじゃない、濁りきっては見えない。愛やの、ちっちゃいあから地声に復帰します。えな、愛や、いひゃ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 ね。いや、いや、じゃあまだいやとか足りません。いや、いや、そんなのいや、いや、いやってやった時の、ひゃの音を入れてみてください。よりで気持ちを込めて。いひゃ、いひゃ、遠く描いていた。遠く描いていた、このちっちゃいイが重要になってきます。遠く描いてた日じゃなくて、遠く描いていた日々を、この、ひ、ひ、ひ、これめっちゃ強調。日々を、日々を、語って、語って、地声、裏声、地声、裏声、夜の群れ、いがみ合ってきりがないな、いな、で、3回目から、い、な、この3回目にだけ入ります。な、笑い合ってさよなら。で、最後、一応ウィスパーボイスマークにしてるんですけど、まあ、息混ぜるというか、ちょっと優しく歌う。笑い合ってさよなら。ちょっと切なく優しく歌うようなイメージが良いと思います。で、なら、ら、ちょっとビブラートかけてます、バルーンさん。ラー、かけれたらかけて。はい、時で、ちょっと難しいんですけど、ポイントを押さえて一緒に歌ってみましょう。Here we go! 愛を歌って、歌って、雲の上、濁り切っては見えない、いや、いや、いや、遠く描いていた日々を語って、語って、夜の群れ、いがみ合ってきりがないな、いな、いな、笑い合ってさよなら。お疲れ様でした。皆さん、シャルル歌えるようになりそうでしょうか。というわけで、お約束の最後ね、キーの設定についてちょっと解説したいと思います。まず、女性で声めちゃめちゃ高い人はもしかしたら原曲キーでいけるかもしれません。これ、マフマフさんとかさ、なぜか原曲キーなんですけど、全然意味がわかんないんだけどさ、一番高い音が歌ってっていう、この B フラット5っていう超絶高い音出てくるんですけど、あのさ、出すだけだったら出せる人いるかもしれないけど、このスピードで行ったり来たりできる人ってほとんどいないと思うのね。まあ、女性で一番高い人は原曲キー、女性でも3つか4つ基本的にはキーを下げるのをおすすめします。男性陣、
声高いよ、ちょっとハイドン自信あるっていう人は今日解説したプラス3の1オクターブ下げのキー、今回のセルフカバーと同じキーですね。で、1オクターブ下とか分かんない人はこちらの動画を見てちょっと解説を聞いてみてください。で、プラス3すると結構高いんですよ。結構高いんで、まあ自分普通の男子だなっていう人は原曲キーの1オクターブ下げ、なんでプラマイゼロとかでいいと思います。というわけで、そんな感じで皆さんの合うキーを見つけてぜひ歌の練習してみてください。ありがとうございました。おしらさんの SNS のフォロー、チャンネル登録、コメントなどもぜひお願いします。登録して、登録して。